本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。マジック6です。現在6でいいのかな、ね、6か6だ。6ですね、うん、もうすぐですね。ね、うん、いよ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 ということで、こう何ぬるっと始まりましたけど、すいません。今日のせいやのどうなの、どうなの、あのやめろよって言ったらね。ああね、子供記者、鈴木誠也選手、あのたまたまあの日私球場行ってて、うん、あの子供記者ちゃんたちに会ったんですよ、うんうん、すごい興奮してました。終わった後に会ったんですけど、すごいかっこよかったんです。でその時にパーって野間選手が来たんですけど、パーって通って野間選手もかっこいいんですねって。移り気だからみんな、そうそう、みんなあのお母さんもね、そうそうそう、そんなね、あのお届けしましたけれども、まあ、あの優勝が近いということで、前回スポラバチャンネルでカープの優勝日、我々予想したじゃないですか、はい、で私が、あ、山内さんが20日、はい、うん、あら、そうですね、これでもうちょっと20日はなくなりましたかね、山内さん、ね、罰ゲーム決定でございます。えぇ、ー、罰ゲームあった今作りました、うん、私が、22、ある、ね、一葉ちゃんが24、24、でもこれ意外と遅いって思ったけど、一葉ちゃんあるね、24そうなんですよ、あるかもしれない、ね、ちょっと可能性出てきましたよね、うん、そう、で、あの見ている方にね、投票もあのお願いしたんですけど、うん、その結果、総投票数が、うん、まあ、82票いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最も投票数が多かった日が山内さんの9月20日。みんなね、ちょっとね、ちょっとここまでカープ負けると思ってなかったから、うん、18票、うん、そして2番目に多かった14票が9月15日なんですよ、ね、だからやっぱり、あの6連敗がまさかですね。そうなんですよ、我々的にはね、はい、はい、主にまあ15日、そして20日、21、22が票が集中していると、うん、ちなみに千葉ちゃんの24日、1票、これね、多分自分でやってます。違います、やってないですよ。これ自分の1票自分でやった、これでも自分でピッと取る。やってないです、やってないです。ちょっとまさかの1票で、ちょっと悲しかったんですけど、入れてないんですよ。ありがとうございます、入れてくださった方。そうだね、いやでも、ありがたいね。いやいや、当たったら1人よ、1人よ、すごいよ。プレゼントしないとね。そうですね、プレゼントあります。はい、ちょっとまあ X で予想で盛り上がりますが、気になりますね。まあ、ともかく地元の胴上げがもう濃厚ですね。濃厚ですか。まあ、あとは本当、じゃあでも勝って、うん、負けてもあるからね。そうです、勝って、あとさ、抑えて守備を、球界の表を抑えて優勝と、もしかしたらサヨナラで優勝もあるからね。まあ、それってどう、どっちがいい、どっちがいい、どっちがいいですか。いや、もう、でもそうか、でもめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないですか、サヨナラで。サヨナラで優勝もね。サヨナラはやっぱり、盛り上がる。サヨナラがいいですね、やっぱ。ね、でもさ、でも、その球界の表を抑えて、あと、ワンアウトってこうドキドキさ、あの間が、間もあるよ。間もあるよ。ベンチの俺ね。ベンチの攻撃が。盛り上がりますね。だ俺はその優勝決定日に見たいシーンはもうこのベンチでのこのみんなのこう行くぞ行くぞみたいな顔がもうみたい。わかります、いいですよね、映りますからね、中継とかでもね。いや楽しみですね。はい、はい、そしてあのカープといえば先日引退を表明しました新井選手ということで、ちょっとここからはですね、ありがとう新井選手と題しまして、新井選手のトークをしていきたいなと思います。まあ、まずシンプルに一葉ちゃんは今年から広島ということで、はい、新井選手はどうですか、どんなふんわりどんな印象だったかとか。ふんわり、あの本当にまだまだ素人なんですけど、カープって言えば新井選手っていうような、うん、なんかそれぐらいなんかこういて当たり前な存在の方だったので、うん、ちょっと引退のこと聞いた時は正直にちょっと寂しいなっていう思いがありましたね。もう確かにカープといえば、うん、ね、いやそうですよ、選手の一人ですもんね、はい、新井選手。山内さんはどうですか、新井選手印象。いや、よく頑張ったよ、うん、いや同じ野球選手として尊敬するぐらいすごいと思う、うんうん、本当にね、一生懸命するプレーもそうですし、ファンの人もやっぱなんかみんな大好きじゃないですか。いや、そうですよね。まあその過程があるからね、その彼の、うん、まあ、やっぱ姿だね。そうです ね、 ね、うん、寂しい限りですけど。どうですか、西山さんは。新井選手ですか。いやいや、もうもちろんもうお二人もそのままですし、あとやっぱりこう後輩とかにすごい自分から話しかけてるイメージですよね。でなんか私ね、曽根選手いるじゃないですか、はい、曽根選手ソフトバンクから来られた選手に、ちょっとなんか外から見たカープってどうなんだろうと思って話を聞いたことがあったんですよ。そしたらソンホークスもわりかしね、こうちょっと賑やかなチームじゃないですか、うん、なのでもちろんホークスも仲良かったんですけど、そのベテランから若手まで全部仲良いの仲の良さに一番びっくりしたって言ってました。へー、そう、なんか
ホークスだったらやっぱ若手同士が仲良かったり、うん、まあ、もちろん喋んないってことはもちろんないんですけど、うん、ちょっと離れた感じもあるのかな。そうそう、あったのに、なんか新井選手をいじってる若手がいたりとか、うんうん、まあ、その中で幅が広さに、なんかそれが一番広島に来てびっくりしましたって言って、すごいなと思って、それしか私は見てなかったんで、広島しか、うん、あ、なんかそうなんだって。まあ、でもそういう中心的な選手ですよね。いや、そうですね。ベテランの選手があれだけこうフレンドリーだと、やっぱり下の選手もだいぶこう行きやすい。そうですよね。行きやすい。まあ、新井がだからちょっと降りてきてくれるからね。そうですね。そうですね。そうですよ。どうですか、アナウンス部の新井選手いますか。アナウンス部の新井選手。まあ、もう我が棚田徹ですよ、うん。そうですね。はい。うん、よかった。棚田さんね、はい、見てくれますから。いや、でもできるだけ長く見たいですね、日本シリーズ。そうですね、まあ、日本シリーズまで、うん、まあ、行けばもうそれが一番最長ですから。そうですね。で、まあ、ね、みんなで嬉し涙を流してもらいましょうよ、うん、うん、はい、館長が見たいという意見も今日はありました ね、 ましたね。楽しみですよね、誰が餌食になるのか。そのあたりも、まあ、もう間もなくです。来週スポラパもね、だからこう優勝の日なんじゃないかと。22ですから、うん、あ、そうですね、はい、そうですね、22です。ちょっとあたふたしちゃうね。あたふたしちゃいます、うん、頑張りましょう。優勝の見るかけのインタビューもちょっと準備できてる？いや、正直です、まだです、まだ。追いついておりません。1週間ですか。1週間ですか。頑張ろう。一番ちゃんまの、私も、はい、はい、スタジオ、スタジオ頑張ってくれる。オーケーオーケー、頑張ろう、はい、これから情報集めて。みんな切羽詰まって。みんな切羽詰まって。頑張ります。音届け楽しみに。楽しみましょう。はい、それでは今回はこのあたりで、さよなら。